富山記念初日を終えました。雨が降る中、そんなに風は、影響はなさそうなコンディションでした。本命人気サイドでの決着が、多めにある中で、五十嵐竜王の大まくりだったり、このちょっとこうまた新しい力を感じるような、レースもありました。地元の村田雄貴は力強い先行で、これからの本当に富山記念、地元として盛り上げていってくれるぞというところを感じられたと思います。二次予選では山口健也との初連携になりますけれども、なんとか山口と一緒に勝ち上がると、そういったレースを見せてほしいなと思います。初日特選は、森田雄陽が転向するところを新山恭平は、しっかりその巻き返していったんですが、新山としては本来前を取ってもらった以上、突っ張り切るということをしたかったというような、振り返りでした。内藤秀樹さんのインタビューの後ろの方に、新山インタビューもありますので、聞いていただければと思います。山口健也としては、前がちょっと遠すぎたのと、雨がある分ちょっとその全開で踏み込んでいく感じではなく、そこを古性さんにうまくこう外から、来られてしまってという振り返りでした。なんとかちょっと節感で、やはり古性優作の強さ際立っておりますけれども、中部の意地、山口健也が見せられるかというところ注目になってまいります。二次予選から予選、予想を出していきましょう。狙いは二次予選10レースです。並びですが、1番5番吉田拓也、諸橋恵、7番3番三谷隆起、山本慎一、9番2番6番渡り口勝成、香川雄介、青井健二、4番8番金貝勇気、小林弘和、4分線になります。吉田拓也、初日、杉森輝弘に刺されはしていますけれども、動き自体は悪くない、ちょっと、背中のあたり痛めているような、ところもあるようですが、ここはシャバンと、諸橋恵夢との連携実績 もいいので、しっかり、丁寧に組み立てて、基本的にはワンツー、1551から、近畿の2人3番7番を本戦で、狙いたいというところ。ただし、その近畿の三谷隆起の動きも悪くないと思うと、渡り口が先行するところを三谷が吉田をこう警戒しながら、吉田としてはなんとかそこを乗り切っていきそうですけれども、ちょっとその諸橋恵がちょっとついていけるかどうかの流れが生まれた時に、吉田から手広く、234567と、狙って3連単では30点になりますけれども、両面作戦で今回は行きたいと思います。山口健也が村田雄貴であり、新山恭平には内藤秀久、そして田中貴彦というの難関勢、ちょっとその S 班がどう、勝ち上がるかというところを二条戦しっかり、見られればと思います。最終レースはもちろん古性優作、石塚凛太郎が、まだ現状の力ではなんでしょうけれども、窓場近寄りのようになっておかしくない逸材、石塚凛太郎がどんな走りをできるか、古性は、不安はないとは感じていますけれども、12レースは古性よりも石塚凛太郎に注目が集まる、そんなレースだと思います。ぜひその素晴らしいレースで、人気に応えてほしいと思います。